クロスオーバーから自ら外から打っていきますが、このリバウンドは強い。ヒースもう一度、うわー、フェイク、はい、物ともせず、いや本当強いですよ強かったですね、はい、これでもいいディフェンスなんですよ、うん、はい、で島に最後豪快にダンクですよね、はい、変わりません。スイッチしていきました。高さが来ました。あっと、ダニングのこのパッティング、はい、ミラー、藤井へ、藤井が、おっと、強引に、しかもこれを決めた。ハンドボールじゃないですけど倒れ込みシュートみたいなねこれを入れてしまう、ベストタフショットは、からヒース、ここから打ってこちらを取り替え、川崎ボール、このセカンドチャンス、外で回していってヒースが外からまた決めていきます。いやー素晴らしい、このシュートタッチが非常にいいです。ヒース、うわーミスマッチです。ミラール、ハンドに対して、いやーヒースがまた外だぞ、いやーこれも決めてきた。まだリードは2桁あります。ヒースがこっちも寄せつけて、ヒースがまたフリーだぞ、これをまた射抜いていきました。4本目、藤井がもらいに来ました。1個使う、テイラーもちょいサイドバスしますが、いやこれもテイラーに疲れながらも決めました。いや素晴らしい3ラウンド、はい、もうスイッチしてくるんですよね、はい、テイラーが、これは違います、これはラウンドついてるんですよ、はい、いやこれも出そうとしてすごいですよ、藤井スピンムーブでいって、わしかも上も吹かれています。あれとかなっていう、あんまり意識もせず、素晴らしいですよ、たくましい、まあ、中国ではアジアナンバーワンと言われているガードのグオアイルを戻って篠山曲げしてきます。サイドバッシュくる、サイズへ、サイズが密集地帯囲まれている、フックシュートはリバウンドからのダンク、ダニング浮かせて入ろう、こなわせファウル、カウントです。しっかり体をぶつけてですね、なるほど、ジャンプしてるわけでもないですし、この辺ちゃんと見てますよね、時間を無駄にせずですね、はい、どっかこれ突破口を見つけとかないと明日また大変なんですよね。あら、おーっと、うまい、熊谷、熊谷も入ってきました、川崎、そして篠山もらってもう決めるだけという状況でした。篠山浮かせて、いやーバックショット決めてきました。いやうまいです、うまいですね、はい、スローター、押し出されるような感じになりました。明けなしの東京が大きくビハインド、第4コーナー、川崎ボール、コーナー、これを決めていきました。藤井リバウンド全部取られてるっていうのがちょっと気になるかもしれないですけどね、ボディフェイクから藤井、これも決めた。いや藤井素晴らしい、藤井スピンムーブから、そしてフェイダウェイだ、これを決めた藤井、いや素晴らしいですよフェイダウェイ決めていきました。それもだいぶ飛んでましたからね、後ろに。ハンド、そしてサイズ、ウォルターがバランスを取ってない、おっと、そのままホームで今シーズンまだ負けらしいところで、サイズ、バランスキー、小島からもう一度バランスキー、ここから外から打って決めました。さあ敵地でアルバルク東京、ホームでの初黒星ということになりました。川崎の連勝が続いていきます。